1935年、新衛隊退治のハインツ・リンゲ・ハインツ・リンゲは、ナチス・ドイツ総統、アドルフ・ヒトラーの従者。新衛隊の隊員であり、最終階級は、新衛隊中佐、ブレーメン出身、レンガ職人をしていた。1932年に、国家社会主義ドイツ労働者等に入党。また新衛隊にも入隊。1933年、 ヨーゼフ・ディートリヒにより117人のヒトラーのボディーガードである総統警護隊の一人に選ばれた。彼は、ベルリンの総統官邸、ベルヒテスガーデン、ケントシンのボルフスシャンツェ、総統地下号などヒトラーの住居となる場所でヒトラーの雑用をしていた。ベルリンの戦いの最中のヒトラーの最後の瞬間の目撃者の一人でもある。自殺した。 ヒトラーの遺体を焼いた人物の一人でもある。敗戦後、ソ連軍の捕虜となる。ヒトラーの死についての尋問を受けた。その後、ソ連から25年の強制労働刑に処されたが、1955年には西ドイツへ送還された。1980年に故郷のブレーメンで死去。ありがとうございます。